こんにちは、スタルケルです。皆さん、最近ね、このアバタロー戦隊ドンブラザーズでこちらおみこしフェニックスっていうのが発売されたんですけれども、このおみこしフェニックスが、まあ、ドンブラスターと合体したりとか、ドン鬼退陣と合体してゴールドン鬼退陣になるっていうことはもう、ね、皆さんご存知かと思いますけれども、こちらのね、トラドラ鬼退陣とも合体できるんじゃないかっていうのが結構ね、最近言われてまして、で実際にやってる人とかもいるわけですね、まあ、なんですけれども、その中でまだ劇中にも登場してないので、今のところ2パターン合体のさせ方こうなんじゃないのかっていうのがあるので、それをちょっと今回やっていきながら、ちょっと考察も交えていきたいかなと思います。それではやっていきましょう。合体ですね。まずはこの状態でこの胸のパーツを取り外します。はい。でこの兜のこのサングラスも外してあげて、でこの尻尾の武器ですね、これも外します。でこちらの、はい、この爪も外して、あとはこの足の横についている剣も外します。はい、これで準備は完了ですね。でそしたら剣を2つに合わせてあげて、でこちら外したこの胸飾りをまず外してあげて、でこのフロントスカートだった部分180度回転してドラゴンの頭を前に向けます。でここ開いてあげて、ここのジョイントをこちらロボボルトの、はい、ここ普通のロボボルトか、はい、こうやってつけて、でカポッとはめます。はい、でこんな感じになると。そしたらおみこしフェニックスいきましょう。これがまずはここのボタンで外してあげて、でここジョイント外すと、でこちらですね、このパーツも外します。あ、で今この絶縁シートつけたままにして、音がね勝手に鳴らないようにしております。説明しやすいようにですね。でこの顔のパーツ、あ、これはつけたままですね。こっちだ、このマスクパーツとこの桃の上の部分ですね、このパーツを外すと。でそしたら、はい、このこれですね、これにこの胸飾りを取り付けて、でここに、はい、アバタローギアつけて、で、はい、武器とこれですね、はい、支えを取り付けると。でこの横にこの武器ですね、さっき取り外したやつを取り付けると。はい、でこっちも取り付ける。でここカチッってなるまでですね、はい、取り付けてあげたら、ここのロボ、ドンロボ悟空のここに、はい、つける。ジョイントにガチャッと、はい、つけます。でそしたらこのシールドだったパーツ、シールドにしたパーツをこの後ろにくっつける。そして、はい、こちらおみこしフェニックスの顔と羽、あ、取れました。はい、これをここですね、はい、くっつけて、でこの顔に桃の上の部分とマスクで、最後これですね、取り付けてあげれば、はい、これでまず一つ目のパターンですね。結構いろんな方がやってるこの、おみこしフェニックス鬼退治、ドン鬼退治、トラドラゴン人の合体がこんな感じになっております。全体はこうですね、はい、こんな感じの合体になっておりますっていうのが1個目。で次2個目なんですけど、まあ、この1個目のまあ問題点というか、ここ微妙なんじゃないかって言われてるところが、この足と足の間から
このゴールドン鬼退治の顔が見えてるんですよね。っていうところがちょっと微妙なんじゃないっていうのを言われてて、で2個目どうやるのかというと、ここの腰を180度回転できるので回転させます。はい、結構重いのでもう合体の最初の方にやった方がいいと思います。はい、180度回してこの黄色いフロントスカートにするっていうやり方ですね。ってなるとこの足が後ろ向きになるんですよ。でこれを180度こう回転方向を変えることができないんですよね、このクリアランスの問題で。なので足を一旦外します。こんな感じでこうくるっと回しながらこう引っこ抜くと、はい、反対側も後ろから内側に回しながら、はい、引っ張るとこうジョイントでしっかり外れます。でこれを反対に取り付けてあげる、はい、逆の犬ブラザーの足もこのジョイントでガチャッと取り付けてあげると、はい、これでうまくこの鳥のねフロントスカートが正面に来るっていう感じになります。はい、でそしたら、まあ、さっきと同様ですね、これを取り付けてあげると、はい、これが2パターン目の合体になります。どうでしょう、個人的にはこっちの方がこのおみこしフェニックスとこのフロントスカートが一体化して見えてかっこいいんじゃないかなと思いますね。でこう横を見るとこんな感じで結構おみこしフェニックスって出っ張ってるんですよ。でこのフロントがスカートがないとこのね、さっきの導入退陣のままの状態だと結構ここ空間が空くんですよね。でしかも色も結構ねこう違うので、こういうフロントスカートがあった方が、うん、こう見栄え的に正面から見た時にかっこいいんじゃないかなっていう感じには思います。でこの2パターン目の、まあ、懸念点というかここ微妙なんじゃないのっていうのがこの足の付け外しですね。まあ、なんですけれども、なんでドン鬼退陣が足を付け外しできるようにされてるのかっていうことを考えると、今回のこのおみこしフェニックスとの合体で180度回転させるからっていうことなんじゃないかなとも考えられるんじゃないかなと思っておりますね。うん、じゃないと足にジョイントわざわざつける理由がねないんじゃないかなと思っております。うん、まあっていう感じですね。であとはまあ普通にこの羽も稼働するので、なんかこうやって、はい、ちょっとこれはこう一旦こうですね、こうやって内側に、はい、こんな感じで畳むね合体のやり方とか、あとは、はい、このちょっと、はい、結構このジョイント2つなのでね、あの頑丈なんですよね。この武器をちょっと変える方法もありまして、これを一旦向きを逆にしておいて、こうですね、はい、内向きにして、でこれを外すと、で外したやつをこっちかな、ここにくっつける。でまあそうしちゃうとこのアバタロギアが余剰にはなってしまうんですけど、でこれはこっち向きでも、あーまあ若干ね微妙か、うん、まあでも一応こういう感じで、こんな感じで、まあ、剣のようにしてね持たせるっていうこともできるっちゃできるんですけど、めちゃくちゃフロントヘビーになるし、この剣も大きいので結構前にね倒れやすくなってしまうので、まあ現実的ではないかなと思いますね。まあ、っていう一応バリエーションはありますけれども、個人的に一番有力なのはこのフロントスカート前の状態なんじゃないかなとは思っておりますね。うん、まあこう組み替えしてるじゃないかって思う人もいると思うんですけど、まあ結構そのなんだろう、戦隊のおもちゃって完全変形ではないじゃないですか、そもそもなんか結構バラしてバラして合体させるみたいな工程があるので、まあこう足をね
こう左右付け替えるっていうのも全然あるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、今回の、このおみこしフェニックスがトラドラゴン人と同鬼退治と合体するこの2パターンのね合体方法の動画でしたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんのね意見などもあればぜひ、コメントでお聞きしたいと思います。またこう逆にこういうパターンもあるんじゃないですかっていうのもねあればぜひ、お聞かせください。ということで今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。